はい、バンケットより後方。スピーチあと一人で乾杯に入ります。準備できてるね。後方 OK です。内部全然聞こえないんで、スピーチが終わるタイミングでコールをお願いします。いいかい、各宅にビールは10本ずつだよ。ちゃんと自分の縄張りにスムーズに運んでね。これからはお国のためよりも個人の才能を伸ばす時代ばか言っちゃいけない。いいですか、彼らが今勉学に励み夢や進路を自由に選択できるのは先人たちが切り開いた道場があってこその権利。
いい、たたんでも。久しぶりだの。いつでも遊びに来なさいと言っとるのに。そのお言葉だけで光栄ですわ、小泉先生。相変わらずお盛んですわね。首筋、口紅がついておりますわよ。ほっ、それ本当かね。やれやれ、これはお恥ずかしいの。ミオちゃんもいつの間にかすっかり美人さんに成長したの。いつまでも小さいと思っとったらいつの間にの。ご冗談を。本当にそう思われていたら私のお尻を撫でようなんてなさいませんわ。おい先短い年寄りに触らせても減るもんではないに。私よりももっと柔らかいお尻を散々撫でておいでのくせに。しかし、ミオちゃんは本当に立派な子だの。鷹野くんもこれほど立派に育ってくれて、きっとあの世で花高々だろうな。そうであればいいのですが、祖父の偉業には私など足元にも及びません。鷹野くんもいろいろと運がなかった。時代にも恵まれんかった。もし何もない時代に研究をしておったなら、あんたに引き継がせることもなく見事研究を完成させておっただろうの。ですがそういう時代だったからこそ、皮肉にも祖父は雛見沢症候群の存在に気づくことができました。ありがとうございます、先生。このご恩は忘れません。金は人生の長い若者が持つべきだの。年寄りがあの世まで持っていくもんじゃない。金はあるだけ物を言うが、現金はさらに物を言う。大事に使いなさい。もちろんですわ。
祖父の夢を実現するためだけに使います。鷹野くんが羨ましいの。良いお孫さんを持たれた。きっとあの世であんたを自慢しているだろうの。まだ自慢されるようなことは何もしていません。祖父の研究を完成させた時初めて私は祖父に褒めてもらえる資格が得られるのだと思います。本当に羨ましい。うちのせがれたちは全然ダメだ。金儲けのことしか頭にない。金は儲けてからが大切なんだ。その儲けた金でお国のために何を貢献できるかが大切なんだ。それこそが今日まで自分を育んでくれたお国へのご恩返しっちゅうもんなんだがの。あら、たくさんの恋人たちに気前よくおごるのもお国へのご恩返しなんですの。もちろんだとも。あいつらが買い物をすれば金は巡ってお国に戻る。金は天下の回り物だ。だが女どもにばらまく金と美代ちゃんに託す金は意味が全く違う。存じております。美代ちゃんは今日までよく頑張ってきた。礼を尽くし大勢の人たちの信用と支持を取り付けた。今だから話すが、春山くんも望月くんも最初は君のことを若すぎると批判的だったんだがね。だから私も美代ちゃんのその努力を認めてその金を託すんだ。そしてな、その金を私が託すつうことはの、私が美代ちゃんを鷹野くんの研究の正式な後継者だと認めたということなんだ。ありがとうございます。私ごとき若輩に委ねてくださったことに深く感謝いたします。いやいや、これは鷹野くんと君の研究だ。彼も美代ちゃん以外が引き継ぐことを望まなかっただろうの。だから美代ちゃんがここまで上り詰めたおかげで他の年寄りたちをより説得しやすかったわけだ。祖父の完成できなかった研究を私が完成させることだけが私ができる祖父への唯一の恩返しですから、そのために求められる努力ならばいといません。さて、鷹野くんの研究を正式に引き継ぐことになったなら、美代ちゃんにも話しておかなきゃならんことがある。何でしょう、伺います。当時鷹野くんは軍医少佐として海外に派兵されていて、現地の貿易研究所で各種伝染病の予防対策について研究していた。そんな中で偶然
いくつかの錯乱事件が全て同じ出身地の兵士によって起こされていることを知った。高野君は雛見沢出身者に特有の症状ではないかと仮定し、個人的にこの研究を始めたのだ。そして雛見沢出身の兵士を研究所勤務にして集め、いろいろと調査した。そして雛見沢独特の親城様信仰の存在を知り、特異な性質を持つ未知の疾病の存在を確信したのだ。祖父はその研究が軍にとって価値のあるものになるのではないかと予想し、予算を求めましたが、一生に付されたとか。当時の上層部は即効性でしかも普遍性の高い治療薬を期待していた。高野君の研究は非常に興味深いものではあっても、当時の軍には期待されなかったということだの。ですが先生は唯一祖父の研究に理解を示してくれたと聞いています。祖父は先生のことを無二の親友と記していました。高野君とは同郷だった。同じ蕎麦屋を知る人間と遠方の戦地で会えるというのは奇跡的なことだったの。彼とは年は離れていたが、私たちは固い友情で結ばれていたのだ。だから高野君からはよく話をされたの。画期的な研究になるに違いない、本格的な研究のために予算をつけられるよう根回ししてほしいと何度も相談を受けた。祖父の手記にも先生がいろいろと各方面に掛け合ってくださったことが記されています。結局祖父の研究が認められることはありませんでしたが、先生だけが理解者でいてくれたことはきっと存命中大きな心の支えになっていたものと思います。だが結局は何の力にもなれんかった。だから高野君にしてやれなかった協力を美穂ちゃんにするんだ。美穂ちゃんに協力するのは高野君に対する私の罪滅ぼしでもある。ありがとうございます。祖父は良い親友に恵まれたと思っています。軍上層部に先生のように理解を示してくれる方が少しでもいてくれたなら、祖父の人生はもっと違ったものになっていたかもしれないと思うと、とても悔しく思います。実はな、真実はそうではない。上層部は高野君の発見に少なからず関心を持っていたのだ。え、それは初耳です。でもそれならなぜ祖父の研究を認めなかったのですか。ある事情により高野君に雛見沢症候群を研究させたくない都合ができたのだ。その理由は私と一部の高級将校しか知らん。私を除き全員が他界した今、高野君の後を継ぐ美穂ちゃんには話しておこうと思う。研究させたくない都合とは何ですか。
そのため、この時代になってもなお、祖父の研究が顧みられることがなかったと。そうだ。鷹野君にその気はなくとも、雛見沢症候群の研究が公になれば、社会的な影響が強すぎて、一般大衆に不要の混乱と疑念を与えることにもなりかねない。そう危惧した重鎮たちが、今日に至るまで鷹野君の研究を黙殺するよう根回しをしておったのは、今だから言える話だ。私も鷹野君に協力しないよう長く釘を刺されておった。だがそういう連中は高いし、もう当時を知る者は私しかおらん。もし今まだ鷹野君が生きていたなら、私はそれを誤って全面的な協力を申し出るつもりだった。だが彼はもういない。だから私は美代ちゃんに謝り、鷹野君にするはずだった協力を君にしようと思っているのだ。よろしいのですか。私が雛見沢症候群の研究をすることで蒸し返しになるということはありませんか。もう当時とは時代が違う。それに雛見沢症候群の研究には単なる風土病では済まされないものが潜んでおる。研究によっては医学の名前がつくあらゆる学会がひっくり返るような大発見になるかもしれん。当時とはもう風向きが変わったということですわね。そうだ。不幸にも鷹野君は風向きが変わるまで存命することができなかった。だが幸い美代ちゃんという後継者に研究を託せた。だから私はこの命ある限り美代ちゃんの研究を最大限応援する。私は鷹野君に協力を約束したのに、様々なしがらみから力になれず彼を失望させた。その償いを命ある限りしていこうと思っている。それが鷹野君が無二の親友と呼んでくれた私のこの世に残された最後の仕事だと思っとる。先生、本当にありがとうございます。いや、いい。私も死ぬ前に洗いざらいを話せてすっきりした。とにかく私の目が黒いうちは美代ちゃんの研究に一切の不自由はさせん。何かあったらいつでも頼りなさい。助力は惜しまないからの。そういうことだ。私が言いたいのは、つまり雛見沢症候群には歴史すらも作りかねない魔力が宿っているということだ。それは日本社会すらもねじ曲げかねない。そこのところをよく肝に銘じて慎重に研究をしなさい。どうぞお楽に、鷹野さん。
今回の件非常に興味深く読ませていただきました。このような研究が数十年にわたり眠り続けてきたとは。驚きです。過去に行われていたこの類の研究はほとんどが実らず、スタッフも解散となって何も残っていないと思っておりましたよ。この研究は上層部にもほとんど相手にされなかったと聞いております。なるほど。故に誰にも知られず、そして誰の追及も受けなかったというわけですな。その意味においてだけは本当に幸運でした。高野先生の研究を高野さんが引き継ぐとは面白い。これも因縁ですかな。まるであなたの体を借りて個人が研究を完成させようとしているかのようです。本当にそうかもしれませんわね。私も奇妙な因縁を感じます。それで先生方いかがでしょうか。うん、いくつかの省庁がね、非常に強い関心を持ったよ。中川君が言うには、防衛庁の技術研究本部が強い関心を示してくれてね。研究のスポンサーを名乗り出てくれた。おお、それは朗報じゃないですか。おめでとう高野さん。ありがとうございます。何でも向こうが言うにはね。この中でアルファベットプロジェクトというのがあるらしい。高野さんはご存知ですかな。
中川君としては今回の件十分に研究が進んだら丸ごと買い取って構わないと言ってくれてる。まだまだ未完の研究だが、その将来性については十分に理解できてるようだ。おっしゃる通りです。この研究はまだ道半ばで、十分な資金と施設、人材が欠かせません。それでだね、ここからが交渉になるんだが、向こうとしてはこの研究丸ごと抱えてしまいたいのが希望らしいんだ。こう言っちゃ悪いんだが、君一人に任せるには荷が重いと考えてる。私はお金が欲しくて研究しているのではありません。一人の研究者としての知的探求心からです。私に必要なのはスポンサー、先方が求めるのは成果、そういう関係に期待したかったのですが。分かってます、分かってます。高野さんが今日まで積み上げてきた研究を横からかっさらわれたんじゃ、それはあんまりですからね。そこは私もよく分かってます。もちろん向こうにもそれは伝えました。それで出てきた折衷案がこれです。まずアルファベットプロジェクト内の新規事業として高野さんの研究を立ち上げます。理事会の承認を経れば正式に予算をつけることができますけどね。高野さんには客員という形でプロジェクトに参加していただき、研究に携わるという形になります。ただ研究会は今回の研究に予算をつけるにあたり、いくつかの条件を挙げています。一つは先ほど先生が申し上げた、この度の研究に関する分野で優秀な才能を持つ人物に研究筆頭を委ねることです。お言葉を返すようですが、私以上にこの研究に詳しい人物が高野先生を除いて存在するとお思いですか？まあ、そこは高野さん抑えて、お気持ちはごもっともです。それではその人物に私が研究を売り渡すのと何も変わらないではありませんか。全く話が違います。落ち着きなさい、高野さん。もちろんそこはあなたのやりやすいように手を打ちます。小泉先生からあなたをよろしく頼むと念を押されているんです。ライオン R 小泉先生に託されたあなたを私がないがしろにするとお思いですか？大丈夫です。ここは一つ私に任せてください。あなたもそして連中も納得するうまい妥結点を用意します。と申しますと？その人物の人選は私が握っているということですよ。万事私に任せてください。あなたがやりやすい候補者をこちらで探します。高野さんはその中から組みやすいと思う相手を選べばいいということです。この件しばらく先方と私の方で調整します。もちろん高野さんの満足のいく形で決着できるようにしますので、しばらく朗報を待ってください。はい、お世話になりますが、どうかよろしくお願いいたします。そうだそうだ、防衛庁の話だけじゃないよ。法制省の永田君も一枚噛んでくれるそうだよ。国立感染症予防研究所の伊藤君を紹介してくれてね。
機材や技術についてのバックアップを名乗り出てくれてる。本当ですか？ありがとうございます。もうこれは立派な国家プロジェクトですな。おめでとう高野さん。これも今日までのあなたと、そして子高野先生の地道な研究が評価された結果です。 いえ、すべて高野先生の努力の成果です。私などまだ何も。謙虚なのは実にいいことです。小泉先生もおっしゃっておられましたが、本当に高野さんはいい方ですな。可愛がられているというのも頷けます。それでですね、向こうとしては高野さんの身分を防衛庁で預かってしまいたいようです。幸い高野さんは医師免許をお持ちですからね。研究本部の遺憾として身分を保証するようです。公務員になれということですか？これは意外な話ですね。アルファベットプロジェクトに携わる研究機関のほとんどは公的機関です。今回の研究は陸自も強い関心を寄せており、職員を陸自から派遣したいと強く要望してきています。ですので場合によっては身分は陸自の扱いになるかもしれません。まあこの辺は役人の縄張り争いだと思ってください。その役人たちの上に立つには役人の身分が必要になってくると、そういうわけですね。もちろんどういう形になろうとも高野さんが不快に思うようなことにはしませんから、安心してください。わかりました。そのあたりはお任せいたします。しかし高野先生がかつて軍にこの研究の援助を求めた時には断られたことを思うと、防衛庁が興味を示されたのが意外というか遅いというか複雑な気持ちですね。それは仕方ありますまいな。決して高野先生の研究を見下していたわけではないはずです。すると思います。多分左官クラスの階級が与えられるのではないでしょうか。となると高野さんは副隊長の地位になりますから、おそらく三佐ではないかと。これは素晴らしい。高野三佐ですか？いやいや羨ましいですな。男に生まれたからには一度くらいは自分のことを階級で呼ばれてみたいものですが。いや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 、高野三佐ですか。三佐何ですか？ああ、自衛隊の階級のことで、三等陸佐のことです。企業でいうところの副部長くらいでしょうね。おそらくその階級がプロジェクト発足時に高野さんに与えられることになるかと思います。昔でいうところの少佐ですよ。そういえば奇遇ですな。高野先生もかつては少佐の階級にあられたそうではありませんか。おじいちゃん、私ようやくここまで来たよ。